らうというのはね、貴重な機会ですけれども。さあここで藤川球児が登場しました。8年連続8回目のオールスターです。ファン投票抑えピッチャー部門で1位。なんといってもこの人はストレートというのが魅力です。過去には2006年にはカブレラに対して予告ストレートで三振を取るというシーンもありました。このカメラでは投球練習ではありますが、その藤川投手のストレートというのを、普段はなかなか見ることができませんので、この角度で見ていただきたいと思います。キャッチャーは阿部がマスクをかぶりました。今シーズンはここまで14のセーブを挙げています。防御率は 1.57。 8年連続のこのオールスターへの出場です。すごいですね、8年連続。そうですよね、2005年から欠かすことなく出ていると。野手ならね、こういうピッチャーってもね、何かしらの故障が出たりしてね、なかなか続けるって非常に難しいですよね。あ、そうですよね、やっぱりね、フォームがいいんだと思うんですよ。フォームですか、やっぱり体に無理がない、やっぱり抑えて毎日投げなきゃいけないじゃないですか、その中でも、体に無理のない、投げ方をしているから、やっぱりこれだけ長く出れてるんじゃないですかね。さあ今年の藤川球児はどんなボールを投げてくれるんでしょうか。キャンプで見ましたけど、止まらないんですよ、動きが。動きですか、キャッチボールをしてるという、止まらないで、もとにかく動きながら動きながらこうリズムよく投げてる、キャッチボールが印象的でしたね。1球目146キロです。パリーグの方も注目の糸井が出てきました。とにかく選手の間に聞きますと、この糸井がすごいという声も非常に多く上がります。すごいですね、さあ糸井と藤川の真っ向勝負になるんでしょうか。パリーグとしてはまだここまで0点ですから、そういった意味でも意地があります。4対0。1球2球ストレート。3球目148キロです。だんだんちょっとギアが上がってますね。そんな感じですかね。ところですが、いいところですよね。そうですね、中田、中島、内川が身を乗り出して見ています。3ボール1ストライク。空振り、1-2-3で振りに行って空振りして、そうですよね。これが藤川君のストレートですよね。分かっていても、スピードが非常に縦のストレートスピンが、いいので、ホップしているように見えるという。まで5球連続ストレート。6球目低めにいった、見事なボール。145キロ、空振り三振。さすが藤川です。さすがですね。どうぞ、最後のボール、このボールの質いかがでしょうか。もうキャッチャーのミットがこうなんですけど、取ったら逆に上に浮くような感じの取り方ですよね。いや、藤川君に今日聞いたんですよ、話を。ストレート全然投げちゃうみたいな、感じよかったら行きたいと思いますって言ってましたんで、今のところ全部ストレートですから。6球すべてまっすぐできましたね。いい感じなんですかね、今日。伊洋大君にもストレート、146キロ。来ると分かってても変わるんですよ。昨日は杉内から先頭打者ホームランを打っている楊大寛です。ここも注目です。長打力、パワーを持っています。143というストレート、この球速だけを見ればそれほどでもないと思うかもしれませんが、楊大寛ファールになります。毎年のようにこうしてオールスターに出てきて、当然このまっすぐというのをもうみんなに求められて、その中でしかしやはりすごいボールを見せてくれる。今度言ってました、まっすぐまっすぐと出てますね。言いましたかね。キャッチャー阿部慎之助です。ここで来ましたね、1球。何かを言いましたね、キャッチャーに向かってね。何を言ったの。カーブを投げようということを言ったんですかね。そろそろ1球変化球をというようなことだったのかもしれませんが、
ストレートいきます。ファウルボールです。続けて、まあ、カーブは何、ね、か言ったからこうなんかあるのかなってバッターも思ったでしょうけど、はい、それ以外まっすぐですからね。そうですね、去年のオールスターでは第1戦1回をゼロに抑えましたが三振というのはありませんでした。今年はいきなり糸井からストレートで三振を奪った藤川です。今度は少し高めに狙っていきます。だん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 あの近づいてはいますけどね、あのフェアグラウンドの方にね。なるほどね、はい、ここでスッと抜いてきました。三振、フォークで奪った2つ目の三振です。いつもそうですが大粒の汗を流しながらの藤川のピッチングです。ツーアウトランナーなし。今年は2者連続三振、あと1人どうかというところです。2年前には1回3者連続三振というのを奪っているこのオールスターです。ストレート、2者連続三振になったんでね。そうですよね、3者狙ってるんですよね。ここはそうですね、ここまで来たら、はい、取りに行こうっていうバッテリーのアウンドというのが、ね、安倍とのサインの効果も少し笑みが見えました。ここでフォークを投げていきますね。これはもうあの最後はストレートで三振取りたいっていう、はい、意思でしょうね。なるほど、ここで2球目でフォークを投げておくと、ね、はい、そうですね、はい、はい、まあ、問題はどこへ構えるかっていうところですかね。はい、はい、これ古田さん少し高めとかどうなんですか。まあ、ストレートを出すとすれば高めですね、はい、高めですか。バッターが、ね、非常に短く持ってるんでね。あ、角中もそうですね、高めに構えている。まっすぐ角中もついていきます。なかなか、ね、バットで短く持ってるバッターをの高めで空振り取ると難しいんですよね、はい、交流戦では首位打者を獲得した角中です。四国アイランドリーグ出身、独立リーグ出身では初めてのオールスターです。さあ次はどうする。低め、少し高めにボールが行きましたが144キロ。まあ、角中にとってもこの四国晴れ舞台ですから、この藤川から一つ見せ場を作りたいという思いもあるでしょう、うん、今打ったら自信になりますよね。そうですよ ね、 ね、4対0です。セリーグ連勝へあと1人、あと1球という藤川球児。ストレート144です。ライトへ、ライトの前、全身取りました。最後は藤川三振にはなりませんでしたが、3人をピシャリと抑えました。セリーグが4対0、まさしく完勝と言っていいような内容です。パリーグ打線の投手陣がわずか4安打に抑えました。坂本にツーランも生まれました。4対0、セリーグ連勝。10年ぶり松山坊ちゃんスタジアムでのオールスターゲーム、対例でスリーグが快勝しました。これで2連勝です。いや、福田さん、今日は、まあ、スリーグの投手陣特にですね、すごくいいところが目立ちましたね。そうですね、はい、まあ、あの先発の、ね、前田君も非常に良かったですし、はい、ただやはりね、